文化勲章を汎用した、初代、中村吉右衛門受賞平成25年度文化、勲章真珠式にて、安倍晋三首相と記念撮影をする受賞者。左から医学者の本女優、万葉学者の中西進、初夏の高木星格安倍首相、工学者の岩崎俊一、俳優の高倉健文化勲章は、日本の勲章の一つ。科学技術や、 芸術などの文化の発展や向上に目覚まし、功績を挙げた者に授与される単一級の勲章である。当時の内閣総理大臣、広田光輝の発案により、1937年の文化勲章令により制定された。文化勲章は他の勲章と異なり、正式と図形についても1937年の文化勲章令により定められている。 将軍局予備造幣局の食卓であった東京高等工芸学校教授の畑正吉がデザインした。衣装案と昭和天皇との関係は別校参照のこと。文化勲章は昭、中、漢樹の各部から構成されている。2000年11月3日、皇居にて第125代天皇から文化勲章を授与される筑波大学名誉教授。 白川秀樹真珠式が毎年11月3日の文化の日に皇居宮殿末の間で行われ天皇から直接授与される。1997年から現行の天皇真珠に切り替えられたが、それまでは宮中で天皇臨席のもとに内閣総理大臣が勲気と勲章を施行する伝達式の形式で行われていた。そのため、 以前は同じく宮中伝達式により授与される旧訓二等と同意に位置づけられていたが、現在では同じく天皇真珠により授与される大受賞と同意に位置づけられている。文化庁文化審議会におかれる文化功労者専攻文化会の意見を聞いて、文部科学大臣が推薦し、内閣府省訓局で審査した上、閣議で決定する。 文化勲章受賞候補者推薦要項によると、文部科学大臣は、文化の発達に監視訓にさを卓絶なものを、文化功労者のうちから選考し、毎年度おおむね5名を内閣総理大臣に推薦する。文化功労者以外のものでも、必要と認められる場合には選ばれることがある。慣例として、当年のノーベル賞受賞者が、文化勲章未受賞の場合にも授けられてきた。 この歓迎は、未受賞者であった江崎レオナが1973年に物理学賞を受賞した際翌年受賞することになったことに端を端し、それ以降のケースでは、ノーベル賞と同年となったに文学賞を受賞した大江健三郎は辞退し、2019年受賞の吉野、明は文化功労者にも選ばれていなかった。また1974年に平和賞を受賞した。 佐藤栄作は文化に直結しないとして授与されていない。しかし2017年に文学賞を受賞した和尾石黒は文化勲章が送られず、この慣例は破られた。幼年期に母国日本を離れており、作品を英語で書いている石黒が日本文化への貢献が顕著かどうか解釈が分かれる。ため、慣例通り文化勲章が授与されるかは注目された。なお、 文部科学省は石黒が文化勲章の選考から漏れた理由をコメントしていない。文化勲章には金品等の副賞は伴わない。これは日本国憲法第14条の規定によるものであるが文化の発展向上への貢献者に報いたいとの意図により文化勲章とは別制度として1951年に文化功労者年金法が制定され、 前年度までの文化勲章受賞者の内存命者を一律に文化功労者として検証するとともに、以後も文化勲章受賞者は同時に文化功労者でもあるように運用することとした。これにより文化勲章受賞者は文化功労者年金法に基づく終身年金が支給される。制度上は別のものであるとの制度設計であっても、実際の運用上において、 文化勲章受賞者と文化功労者とを完全に同一にすると憲法の規定に抵触する恐れがあるため文化勲章受賞者とは別に文化勲章受賞者以外にも文化功労者として検証するものを選定する運用が行われてきた1979年度以降は文化勲章受賞者は原則として前年度までに文化功労者として 検証を受けた者の,の中から先行するように改められた。こうになっている自退者は以上の4名である。法令は対象者が死去した後に文化勲章を追贈することを禁じてはいない。ただし勲章はその廃用を前提にした英典であるため、授与は生前の日付に遡って行われる。過去に以下の2例の追贈例がある。その後半世紀以上にわたって、 文化勲章の追贈はその例が絶えている。しかし死去したものを除勲の対象から外しているのか、どうかについては公式の発表がなされてはいない。なお、授与が内定していたにもかかわらず、本人が発表の前に休止したため、結果的に追贈という形になった例が一例ある。1969年10月31日、3ヶ月前に人類初の月面着陸を果たした。 アポロ11号に登場した宇宙飛行士であるニール・アームストロング、マイケル・コリンズ、エドウィン・オルドリンの3名が各国歴法の一環で来日した。同日午後、総理官邸を表敬訪問したこの3名に対し佐藤栄作総理は自ら文化勲章を施行した。彼らにはすでにアメリカ合衆国の最高勲章である大統領自由勲章が授与されていた。また、 歴法した諸外国の中にもそれぞれの最高勲章や行為の勲章を授与した例が多く、日本国政府はその対応に苦慮した。日本の英典制度では、勲一等や勲二等を公務員や軍人に過ぎず、政府交換や召喚でもない彼らに対して授与することは不可能であり、かといって日本の制度に基づいた等級の勲章を授与することは、 他国の諸遇と著しくバランスを書くことになるためである。そこで給与の一作として、単一等級の文化勲章を授与したのである。この文化勲章は、佐藤が閣議で決め文部省は一切関与していない、文化功労者検証がされていない、宮中伝達式を行わなかった、そもそも外国人に対するものだったことなど、異例ずくめの授与だった。しかも、受賞者のうち2名が、 現役軍人であるということから、各方面から批判や疑問の声までもが湧き起こる始末となった。なお、外国籍の者としてはその後も1978年に理論物理学者の楊一郎南部が、2008年には日本文学研究者のドナルド・キーンが、2014年には物理学者の修士中村が受賞している。南部は1970年に、中村も2000年に、 アメリカに帰化した日系アメリカ人数よ。キーインは在日アメリカ人であったが受賞後の2012年に日本に帰化した。東京朝日新聞記者で長く区内省記者会に所属した伊原頼明は次女、皇室辞典に初版で昭和天皇の遺構で遺書が王家から立花に変更されたことを伝聞としてなぜ立花なのかを辞説として紹介している。 那ほ文化勲章の図案は、元桜花に配するに、曲がたまの衣装であったが、桜は、昔から部を、表わす、意味によく用いられているから、文の方面の国伊佐を昇果たするには立花を、用いたらどうかとの意味の賢き、おぼしめしを、廃し、強区した、当局ではさらに案を練って、工夫を凝らし、立花に曲がたまを廃した意義深い図案が、制定されたと受けたまある。 伊原頼明、あき、皇室寺天蔵保版、不山坊、1979年、233ページ立花は、古来我が国では尊重され愛好せられ、漢武天皇が、平安京二千と遊ばされてからは、四神殿の南帝に用いられて、右近立花と称せられ、左近桜と共に閉称せられて、京に及び、万葉集にも数多くえぜられているところである。追人天皇が、 ト予告に立花を求められたことよりして、立花は英語を悠久の意味を有しているものであり、その悠久性永遠性は文化の永久性を表現するのに最も適するものとの性量と配察される。伊原頼明、あ皇室時点像保版、不山望、1979年。233ページ1976年8月23日。 ナスゴ要邸における天皇と記者との懇談の際、天皇はこの件について質問を受けた。天皇は衣装制定に関与したことを否定せず、立花の方は常緑樹でもあるし、古事記にも出てくるし、文化というのは生命が長くなければならないと感じたからですと、その意図を説明した。ありがとうございます。